今日はバーモントカレーを作りました。ハウスバーモントカレー、あの CM の曲を歌いながら作りました。ハウスバーモントカレー今日の夕食までカレーを寝かせます。とても楽しみです。終わり。追伸、昨日はみんなの好きなお味噌汁の具は何かを聞いたところ、面白いコメントがたくさんあったので少しだけ紹介したいと思います。ご汁、ご汁、ご、お汁かな、どっちかわかんないんだけどね。エビはね、知らなかったんだけどね、調べたら九州のお袋の味らしい。なんかダゴ汁とかって呼び方もされてるみたいだよ。乾燥した大豆を10時間以上水に浸してすりつぶしてお味噌汁に入れるみたい。なんか写真見たらね、すごく美味しそうだったから、なんか見てるだけでね、よだれがね出そうだったね。きゅうり、これもびっくりしたね。きゅうりをお味噌汁にって考えが全然なかったからね。冷や汁とかもエビ飲んだことないんだけど、いつか飲むっていうか食べてみたいなと思ったよ。トマト、エビはね、トマトもお味噌汁に入れたことないね。だからあんまり味の想像が全然できないんだけどね、今度やってみようって思ったね。あとね、これはエビの南の海の実家の方では、沖縄の天ぷらをね、よくおばあちゃんエビはね買ってきてくれてたんだけど、その天ぷらをお味噌汁にしてたね。イカ天とか余ったら次の日によくおばあちゃんがお味噌汁にしてたね。懐かしいね。では、たくさんのコメント本当にありがとうございました。また明日ね。バイバーイ。